もう明は、十国後職の第二代の皇帝。元の名は、ひとしさん。皇祖、もうともよしの逸尾。後世の史家からは後氏と呼ばれている。若い頃は、皇軍芝を務め、明徳元年に、父が皇帝として自立すると、東川節度氏に任じられた。皇祖の宝御により即位すると、不法を欲しいままにしてきた旧心のリヒトシや、バリキョーラを中殺し、 農業予算を推奨し、過去を実施して国内の安定を図った。また還元に耳を傾けることで政治改革も実行している。あとあるじはまた文化を愛好し、彼の高級には、和井夫人のような被災に優れた女性もいた。しかし晩年は斜視に溺れて、国政を顧みず、国内から女性を選抜して高級を拡張したり、 名宝の収集に力を注いだりしたので、調整は大いに乱れた。高正18年に西北四州が高州に奪われると、その半とも次第に周辺から侵食されるようになる。高正27年には僧の信仰を受けるに至り、高正28年に僧に降伏したことで、後職は滅亡した。亡国後は、兼業大中書令新国公に封じられ、 監督3年に開封で死去したが、蝶光義による毒殺説もある。死後は相応に追封され、春鷹の送り名が送られた。ありがとうございます。